さあ、今日までやってきます。ちょっとね、列車がね、7分遅れぐらいで着いてるんですよね。あのね、いや、めちゃくちゃ混んでたんですよね。いや、確かに3連休で、お伊勢参りでやっぱりね、混むとは思ってたんですけど、だいたいね、伊勢市で半分ぐらい降りてたかな。で、なぜか知んないけどね、3割ぐらいがね、なんかな、負担がぐらいで降りてったんですよ。なんなんやろ。なんかフェスでもやるのかな。あの、やたらと、あの、東京とかから来てるよねっていう感じの、標準語のね、若い女の子たちがずらずらずらーっと降りてったんで、何かか、アイドルかイベントやるのかな、男性ユニットのね。わからないけど、例えばなんですけど、近所の方行かないといけないんだけど、よしよし。挨拶はもう車掌さんが済ませてますんでね。こんな感じでね。洗濯機、油ひもでいけるの。で、で、まず近接の方から。よいしょ。いや、途中でね、もうすでにちょっと遅れが出とったんで。よいしょ。よいしょ。で、ちょっとね、買い物してんだよな。まあね、財布にね、400円くらいしか入ってないから。ATM。三つ丸といえばね、島の方ですからね。で、こっからはとりあえず IC 切符で入りの、ダイナがギリギリだったな、ここにあるんだろう。あれ？あったここだここだ。西丸マーケットと逆にあれだね。よいしょ。よいしょ、OK だ。順調に来てますね。で、あとは賢島おじやまやと行きますよっていうことなんですけど、賢島、あ、50寄付間に合ったな、ギリ。58分で取ってきました。もうね、チケットですね。買ってきましたんで、もうね、っていうのもね、この時間ね、賢島方面ね、電車はね、多いんですよ。びっくりすること、今も見ましたね。52分発の特急が出た後に58分発も来る。6分間隔で来るんですね。すごいですよね。うん。この時間にね、賢島線はね、単線なんですけどね、びっくりしますよ。こんな感じでね。左で見るとね、なんか賢島方面、11台だと、ね、10分、16分、29分、52分、58分ってこんな感じでどん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 来るんですよね。あれ？島風？あ、違う、10時58分。びっくりした、びっくりした。うん、島風は取ってないはず。うん、で、10。なんですけどね、ずっとこっちを見るとね、普通列車はね、1時間に1本しかないんだ。なので、ね、次待とうと思うと11時30分で、間で、1、2、3、4、5本もね、特急に待たないときに、なんで、これはね、さすがに、特急使おう。これ52分発やね。そうなんですよ。小林行きの特急もあるのに、ね、賢島行きだけこんだけありますからね。ちなみにさ、6号車で取ったから一番先導でいいんだ。こんなんなってんだ。三島りってもともとあれですもんね、その、今ね、この三重県全体のね、イベントのやつで、出てますけど、もともとこの伊勢志摩地方、鳥羽を中心に、
あれですよね、イメージされたキャラクターですからね。でも確かあれでしたっけ、その、ポケモンをね、あの作ったポケモンの、株会社ポケモンの社長さん、確かその初代プロデューサーの方が、確かそのポケモンを作った人ですね、三重県出身なんですけど、確かね、こっちの方なんですよね。確か鳥羽とかこっちの方出身の方だったはずなんですよ。伊勢だったかな。特急の発車ヒントではないですよね。この辺りとかどうなるか、でもね、この電車はね、そんなにね、あの、あっちに行く人では混んでなさそう。もう、あの、オープン前にやっぱ、の電車が、すごく混んでそうでしたね。さ、6号車なんで。本番前で待ってた。で、さっきの電車がね、えらい混んどったんでね。すごい、なんだけど車自体はそんな飛んでなさそうなんです。はい。